それでは前に衆議院の副議長を務めになっておられました江藤誠志郎議員からご発言をお願いいたします。江藤さん、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。春の気配を感じる飼育のもと、この度の東京会議にご参加されたファン・ワーレン団長並びに全員の議員、そしてご一行の皆様に心から敬意と歓迎の意を表します。私はただいま紹介いただきました前衆議院副議長の江藤誠志郎であります。今朝私たちはすがすがしく美しい朝を迎えました。21世紀は環境の世紀であります。美しい山、美しい川、美しい大地、そして美しい海に抱かれた私たち人類は、この地球環境を次の世代に引き継ぐ義務と責任があります。私たち国会人は常に世界の平和と安定、そして繁栄の構築のために持てるすべての経験と英知を生かし、常にフロントランナーとして力強く走り続けなければなりません。さて、ここで日本の政治について簡単に言及いたします。議員内閣制のもと、我が国は内閣と政権与党の緊密な連携が極めて重要で、選挙公約はまさに各政党の運命を左右いたします。昨年の12月政権交代がありました。衆議院は与党が安定多数の議席を占めていますが、一方参議院は野党が多数の議席を占めています。こうしたねじれ国会の下、日本の政治を進展させることになります。現下の最大の政治課題は景気回復、つまり経済の持続的な成長路線と確かな軌道を構築することであります。財政、税制、金融の各政策を集中的に投入し、確固たる経済成長を作り実現しなければなりません。2番目は国の財政再建であります。国と地方の負債借金が1000兆円を超え、我が国の対 GDP の2倍になっており、極めて深刻であります。財政の立て直しのために次の3つの点に全力を注入してまいります。第1は経済の成長であります。第2は国と地方の政治改革と行政改革の断行であります。第3は国と地方の行政サービスに見合う税の負担をお願いすることであります。次に領土領海の問題、北朝鮮等の東アジアの安全保障問題については時間の関係上同僚議員にお願いしたいと思います。国政には4つの基軸が求められます。それは国際軸、国家軸、地方軸、そして国民生活軸であります。私たち日本は常にEU の皆様と強固に連帯、連携して協調しながら世界の平和と安定のために力強く前進する決意であります。ご清聴ありがとうございます。